クアルコムはアメリカの移動体通信の通信技術及び半導体の設計開発を行う企業。1985年にアービィン・エム・ジェイコブスとアンドリュー・ビー・タビによって設立された。社名のクアルコムはクオリティとコミュニケーションズを合わせた造語である。本社はカリフォルニア州サンディエゴにある。CDMA 方式携帯電話の実用化に成功して成長を遂げた。 当初は携帯電話端末と通信設備の部門を合わせ持っていたが、その後、携帯電話端末部門は京セラに、通信設備部門はエリクソンにそれぞれ売却された。CDMA 携帯電話用チップでは、ほぼ独占に近いマーケットシェアを保持している。また、従来のセディマワンシリーズのほか、1XEV2 及び CDMA2001X を含む、 CDMA2000 携帯電話用チップ以外にも、h a s p a を含む WCDMA や LTE、携帯電話用チップの供給も行っている。その他、RexOS と呼ばれる携帯電話向けの、組み込み用リアルタイムオペレーティングシステムやブリューと呼ばれる携帯電話向けのアプリケーションプラットフォームの開発もしている。それらの数多くの特許を保有しており、それにより、 他社から得られるライセンス量が大きな収益源となっている。また、スナップドラガンチップセットの GPU テクノロジー、アドリノは2009年1月に AMD から買収したモバイルプラットフォーム部門及びグラフィックスチップ技術をベースとして開発した独自技術である。また、2011年には無線チップメーカーのアセロスコミュニケーションズを買収し、 無線 LAN 技術も手掛けている。2015年8月13日、クアルコムの子会社である、クアルコムグローバルトレーディングは、ブルートゥースの高音質加工デックテクノロジーで知られる、アプッチの開発元で知られる CSR 社の買収を完了したことを表明した。2016年10月、携帯電話分野への偏りを是正し、自動車分野での半導体供給の強化を目的として、 同分野の世界主義である NXP セミコンダクターズの買収を発表したものの2018年7月に断念した。ファブレスメーカーであり、半導体の製造は大手ファウンドリであるグローブルフウンドレス、TSMC などへの委託で製造している。2017年11月、ブロードコムは1030億ドルでクアルコム株を70%取得する計画を発表していた。 クアルコムがこれを拒否する一方、ブロードコムは取得株を70%から82%へ引き上げ、ブロードコムが買収額を1170億ドルまで引き上げられた。本件に関し、台米外国投資委員会が調査を開始した。ブロードコムは重大な国家安全保障に関する資産を海外企業には売却しないとの声明を出したが、トランプ大統領は シンガポール拠点のブロードコムによるクアルコム買収は、米国の移動通信産業を衰退させて、安全保障上に懸念があると判断して、買収をブロックする署名にサインし、ブロードコムは、買収を断念した。2019年4月、アップルとのロイヤルティ支払いをめぐる、法廷紛争で和解した。アップルはクアルコムに自主販機中に最大47億ドルを支払う。クアローコム、 インク、ファイナンシャル・ステイトマンズ、us ・サキュラティス＆エクスチェンジ・コミッション。二千十三年十一月十九日、閲覧。クアルコム、ラン nxp セミオ。三百八十億ドル、買収半導体業界で最大。ダイヤモンド・オンライン。二千十六年十月三十一日、閲覧。半導体大手、クアルコム、ラン nxp の買収断念。ウォール・ストリート・ジャーナル。 2018年7月25日閲覧。タイムライン、ブロードコム、クアルコムサーガカムズツアンアブラップットエンドロイター2018年3月14日、クアルコムアウトラインズ4.7ドル、BN レベニューブーストフロムアップルセトルメント、ファイナンシャルタイムズ2019年5月2日。ありがとうございます。